全然喜んでないよ。感謝どころか前より大騒ぎになっちゃうわよ。えー、そうなの？このままじゃせっかく来てくれたココタマたちがココタマタウンを嫌になって帰っちゃうかも。どうしよう。あの、もしよかったら私たちにも手伝わせて。僕前に喫茶店でココタマ活動していたことあるからレストラン手伝うよ。私一度クリニックのお手伝いしてみたかったの。オイラも手伝うよ。僕も手伝おうかな。わー、ありがとう。よかった。新しいココタマたちが手伝ってくれるならきっとみんなうまくいくよね。うん、素敵場所。みんなが協力して助け合う理想的な街の姿場所。ココタマタウンに70人のココタマ